田中はキーマンですよ、うん、お腹の大事じゃなんかだいぶ YouTube から離れててペースが分かってないね。いやそれはね湯川さんね、あのでもようやってますよね。ようやってるでしょ。いやあれほどしかしあの豆じゃないですか。いやいやあのねやっぱ楽しい。あそう思わなきゃいけないですか。いや楽しい楽しい、まあ仕事っていうふうにはなりかけてるんだけども、やっぱ楽しさというかその動画を見ていただいたこう反響があるじゃない、それがやっぱ嬉しいよね。だそれってあの今野球でもね楽しいって言うけど、うん、初めから楽しさありじゃなくってやっぱ一生懸命やられているようなことがあって、うん、回転よく再生回数が回ったり登録者数が増えたり、うん、あの収入が増えたりして楽しんできたわけでしょ。もうそうだけど責任が出てきたから。何のですか。いや例えばあの速報に対してトレンドに対して早く上げるという責任とか、ほんでね、それ注目されてるじゃないですか。湯川さんが言ったこと結構乗ってくるじゃないですか、うん、だから悪いこと言えへんというか変なこと言えへんというのもあるでしょ。まあそういう自覚はあるよね。でもやっぱり YouTube だからはっきり言わないかんなっていうことはあるね。僕らはっきり言えないですもん。そうそうそうやな。今はな、今これだけたくさんの人が YouTube してね、もう成功者じゃないですか。今野球界で言うたら、うん、まあ高木豊さんとか、まあ、里崎で、まあ、古田さん、あとは上原とか、その本当にたくさんやってるけどやっぱり数人じゃないですか、うん、その中でも最年長でしょ。最年長であれだけ最年長であんだけ動画上げるっていうね、豆だし暇だしっていうねいやいやまあ暇っちゃ暇かもわからんな。暇今の冗談でわかるでしょ。いやいやいや暇っちゃ暇かもわからんけど、はい、まあ、朝からもうでしょ起こされてあげる時あるからね。最近見ててもその今日起こったことをすぐ出すじゃないですか。あの速攻性って大事ですよね。まあ大事大事。だから、まあ、だけどそれはやっぱこうスタッフがついてきてるっていうのがあるよね。やっとスタッフのこと褒め出しましたね。いやいやそれはスタッフありきだからいやでも本当にそういう何でもそうですけどやっぱりねいろんな方の支えがあっていやそらそうできるってことですよね。そらそう、それがなかったらできないよ。いやだから見ててもやっぱりそのいろんな面であの上辺だけで話すとやっぱり見てる方もすぐ分かるじゃないですか、うん、だからやっぱり話すにはちゃんとしたその根拠とか、まあまあそらそうだね、選手の選手面を覚えて、うん、だから僕も12球団のことを結構総括されてるのはすごいと思いましたよ、うん、とかあのトラ現役ドラフトの あのあれで見とかないとわからないし、あの辺というのはねすごいちょっと微妙じゃないですか。そのやっぱり、その言っていいのかなみたいなことは、まあまあそりゃそうだな、言われた選手はな。 YouTube ってそれを言わなきゃいけないところあるじゃないですか。そうそうそう、普通やったら変な言い方回らへんというか、うん、一緒じゃないです か、うん、だからね、色があるじゃないですか。今で YouTube やりたいんじゃないの、もうユニフォーム脱いで。これから始まろうとしてるヘッドコーチ向かって よう見てなんか YouTube 分析してくれてるからさ、最近ね人の分析が趣味なんですよ。ああそうか。やっぱりあの回ってる人っていうのと回ってへん人の差っていうのがあるじゃないですか。ああ何でもそうやけど打てる人と打てへん人、うん、成功してる人と成功してない人っていうのは何かしら差があると思うんですよ。いやそれは絶対あるよね。それを僕らも最近人を見るのが仕事でしょ、うん、教えるよりも。ああなるほどなるほど。だからそういうふうに見てて、湯川さんもあ ここが違うんだなとか、湯川さんとかそのいろんなその YouTube のなあんま見れへんけど、湯川さんやっぱたまに一生懸命見てますよ、見ようとしてますよ、うん、あそうなんやっていうね、うん、だからそれに僕らもそうなんやっていうのと、やっぱやってたからあちゃんとこう下調べしてね、うん、まあ、やられてるんだなっていうのはすごく感じます。まあ調べることは調べるよな、やっぱ失礼ならない。やっぱりそうなんですよね、うん、やっぱりプロ野球 OB として軽はずみなことは言えないじゃないですか。言えないね。ね、まあ年齢的にもね、そうそうね、65でしょ。もう60になった。65でしょ、うん、6ですか今年な。5でしょ。5だからだいぶ太りましたよね。太ったよやっぱり。あの僕も大体こんだけ回ったらこんだけ稼いでる分かるからああこれ最近よう稼いでるな思いながら、いやらしい話すんな。いや言うとこないよ。だからええイメージばっかりで終わってもら困るからねいや稼いでるっていうのはいいイメージだよ。いやだから最近顔もほがらかになるわな思って。あそうで聞いたらなんかえらいとこ引っ越したとか聞くしね、妻も変えたとかね、帽子も変わったなとかさ。そんな帽子はいっしょ。さあ、ちょっと本題いくよ。いいんですか。ヘッドコーチ、はい、ね、
まあ、同級生の立浪監督を男にせないかんし、はいはい、やっぱり一緒に男になっていくという意味では今年勝負やろ。そうです、ね、そうです。でピッチャーから言うと、はい、ピッチャーある程度揃ってるっていうそういう見方してるの。俺らからするとやっぱりこう、あ、いい投手陣だなっていうふうには思うんだけどもさ、その中入ってるとやっぱまだまだ問題点があるの。いやいや、あれですよ、なかなかそういうことも言えないんですよ。まあ、言えないけど、まあ、あのフォアボールがすごく多い。そうなんですね。その防御率どうしても話の比較するとね、フォアボールとか出塁率、逆にバッターのフォアボールの数になってくるわけじゃないですか。ああ、それがその得点にから絡んでくるという、うん、それの差っていうふうに言われるんですけど、うん、これも今数字出したら、まあ、分かりやすいじゃないですか、うん、でもそれはもう皆さん見られたらすぐ分かることなんで、うん、やっぱりなんとかそこはあの改善、うん、でもそのじゃあどうやって、ね、140何個っていうけど、まあ、1試合1個減らせばそれが詰まるわけじゃないですか、まあ、簡単に言えばですよ、まあ、簡単に言えばね。でバッターって1試合に1個フォアボール取れば、年間各打者が1個から2個フォアボールを取ればですよ、まあ、すごくフォアボールの数増えるわけじゃないですか。本当に小さいことからちょっとコツコツね、うん、やっていかなきゃいけないなと思いますけどね、うん、まあでも投手陣はやっぱりこう番手に出投げてる時は素晴らしいけども、まあ外行ってね、狭い球場行くと多少防御率が上がると、これはもうどのチームだってそうだと思うんだよ、ね、はい、だからあのピッチャーはもういいとして、やっぱ打つ、点を取らす、そう、点取るですね。中田が入ったのでかいでしょ。やっぱり軸としてね、期待してますよ、やっぱり4番、まあ、これはね、これからですけど、うん、やっぱりその、まあ、強いチームというか勝つチームってやっぱ軸が何人、うん、1人より2人、2人より3人というふうなチームになってくるじゃないですか、うん、で 誰かが故障してもその、まあ、試合に出た控えのメンバーが補充できるだけの力量とか、うん、ね、メンバーがいるとっていうようなことなんですけど、もちろんその中田には中心を期待してますよ。まあ、そりゃそうだよ、はい、まあ、あと石川とか細川、それを挟んでいくであろう。でも僕の個人的な思い方、思いっていうのはやっぱりこの中田っていうのはこのね、あの YouTube でも言いましたけど、やっぱりあのずっとその入った時からその中心バッターで優勝も経験して、優勝争いも経験して、またジャイアンツでね、あの悔しい思いもしたから、同じ右バッターの僕はなんかこういい意味の手本というかね、うん、それは何もその結果だけじゃなくて、あのチャンスでの打席の入り方とか、うん、そういうふうな練習の仕方とか、うん、1年間戦う上でね、こういうふうにした方がいいよとかいうふうな、これはな中田だけじゃなくて中島にもね、僕はそういう役割は僕は期待してます、まあ、2人ともあの勝負強さを持ってるしな。そこなんですよ、うん、うちはそのランナー出るんですけど、チャンスは作るよね。そこでもう1本っていうのが出ればですね、うん、その1点が2点、2点が3点になってくると、やっぱりあのピッチャーもバッターも余裕出てくるじゃないですか、うん、それいつもその厳しい戦いで、ここで1本打ったら勝つ、ここでエラーしなかったら勝つっていうふうな、その戦いじゃないですか、うん、そういう面でやっぱりカッパ中田のやっぱり持ち味の勝負強さ、うん、打点っていうところが他のメンバーを助けてくれると僕は思ってるんですね。もう俺あのイコールフォアボールも減ってくるんじゃないかなっていうような感じがするんだけどね。ピッチャーですか、うん、打ってくれるっていう信頼関係ができると、はい、やっぱ勝負にいけるじゃない、はい、いやこれ点選手点やったらっていうとどうしても微妙なところついてきて、だこれはあのこれはいつも僕の思いですよ、うん、やっぱりあのどっちもがあの打てないからとか打たれるからじゃなくて、うん、どっちもがカバーしちゃおうというふうな気持ちでいかないと、うん、プロ野球だから難しいんですけどね、うん、もちろんその今皆さんが言われているように点が取れない点が取れないってもうそれはみんな分かってることなんですよ、うん、だからさ バッターというか各個人選手は発奮してね、うん、嘘と思ってやってくれたらええし、僕はそれがプロ野球かなと思うんですよね。今年のちょっとオーダーをこう組んでみたんだけどもさ、やっと立浪監督が采配を振れるだけの選手が揃ってきてるのかなっていうような感じがするんだけど、で僕はあの僕おせち料理と思ってるんですよ、チームは。おせち料理、また面白い表現するぐらい、まあ、各家庭、うん、おせち料理って各家庭独特じゃないですか、うん、独自のものがあるわけでしょ、うん、あの他 あの違う家庭はこういうのがあるけど、うちはこのおせち料理ってあるじゃないですか、僕はそれでいいと思うんですよね、うん、だからうちの今年のおせち料理の具材ですよね、うん、たくさんこういるわけですから、うん、その中からどういうふうに監督やコーチが味付けしてですね、うん、皆さんに喜ばれるようなおせち料理を作って、うん、
これでやっぱりこう売れて買っていってっていうふうなことが僕はいいんじゃないかと思ってます。今年はなんかちょっと待って、ちょっと違うなみたいな顔してますけど。いやいや、そんなことないそんなことないよ、はい、やっぱりそれぞれのチームの色があって戦い方の色があるよね、はい、だからその色っていうのは具体的に言えば立浪監督はどういう野球をやりたいのかなっていう、最終的には皆さん、さって評論家の方もね、うん、あの監督がどういうのやりたいんだとか、うん、どうしたいか見えないとかっていうようなことを言われる方いますけど、うん、これは僕もね、やっぱりそれは勝てなかったらプロ野球って言われるじゃないですか、うん、ただこうしたいああしたいってみんないろんな思いはあるんですけど、やっぱりなかなかそれがやっぱりこうできない、うん、もどかしさが強いと思いますよ、うん、だからさ、監督もこれはずっとそうやってやってきたんやから、これはあんまり口に出しませんけどね、これはもう多分腹の中では相当なね、うん、屈辱と悔しさと、まあ、持ってるやり返したろっていう気持ちはね、うん、口に出さないですよ、うん、けど僕は感じます、うん、でもヘッドコーチとしての立場として、まあ、2軍監督の立場として立浪監督と話すのとヘッドコーチとしての話し方っていうのは、まあ、全然変わるでしょ。いやだからその青写真みたいなキャンプ行く前やけど、いろんなことを話してると思うんだけども、はい、どういう、それ言いませんそれってやっぱりみんなの前で話してる時と、やっぱ2人の時とも違うし、うん、やっぱそのね、豊さんってヘッドコーチされてましたけど、うん、ヘッドコーチの役目ってどんな役目でしたと、どんな役目と思いますっていうふうなのがどう思われます？やっぱコーチを一つの方向に向けないからね、はいはい、まあ、監督に対しての、はい、それとやっぱり選手として選手間でのパイプ役みたいな、選手とその監督に結びつけるのに、はい、こうパイプ役みたいな、はい、まあ、そんな感じだよね。だからチームのそのストレス、そういうものは排除していくという、うん、そういう考えではいたけどね。で、だって多分伊沢さんもそれなりにヘッドコーチの時はできました、そうやって やろうとしたことはできない。それなんでですか？やっぱりいろいろ考え方が違うな。そうだ、まあ、10人問えるじゃないですか、うん、それをこう制圧していくっていうのはすごく難しくて時間がかかることやな。伊沢さん、まあすごく言葉もねお上手だし、どっちか言ったらまあ、一歩引いてね、まあ、見てあげるタイプじゃないですか。でもその今やったらもっとどうしたらよかったなっていうのはあります？やっぱ監督のやりたいことを本当に末端まで浸透させてあげたいなっていうのはあったな。それってそんな1年でできます？できないよ。ですよね、うん、できない。でもそれをやっぱしていかなきゃいけないわけじゃないですか。いや、そうそうそう、もう時間がないからね。そうなんですよ。でやっぱりそれもなんか勝ってたらね、勝てばそうなっていく時もあるじゃないですか。ゆうたさんその時何でした？準備その時はまず最初1年目が最下位で、はい、2年末最下位やったかな。いや、覚えてない順位だって勝てるメンバーじゃないんだもんいやいや、だってフリーバッティングしてよ、オープン戦の上カブレラがおって、はい、ソフトバンクに、はい、あれが19本入れたんだよ、一人でフリーバッティングで、はいはい、全体でその数いかないんだよ。これはだいぶ振らさなきゃいかんんですよ監督っていう話からのスタートやから、うん、で実際は練習さ多分さしたと思うんですけど、さしたそれやっぱりだいぶその練習さしてもその例えばホームランの飛距離が伸びるとね、またいいバッターにこうなっていくとまたちょっと違うじゃないですか、うん、でもどうでした？やっぱりだいぶ成長した。やっぱり振らすとやっぱ結果は出てくるよね、うん、それも徹底して振らすという、まあ、どんなことしました？これは秋しかねできないけど、それはもう春でやったら壊れちゃうかもわかんないけど、でも壊してもいいぐらいで秋は練習は重ねたよね。でご自身のやっぱ経験上ね、そのやっぱり練習が大事だっていうふうなことはすごい感じておられました？やっぱ練習は大事だけどもプラス考え方が大事だね。当時ね、うん、僕たちが伊藤さんの同年代ぐらいからね、その僕らが記憶にあるのはその巨人やったらね、地獄の伊藤キャンプとかっていうようなことを言われるじゃないですか、うん、伊藤さんとかの同年代の方がそれ行かれた方多いじゃないですか、うん、当時の話とかって聞かれてどう思われました？いや、当時っていうかその同じメニューを関根さんの時に、関根さんが来られた時にやらされたんだよ。どうでした？めちゃくちゃしんどかったよ。でも今やめて思うことは、あのキャンプがあったからあの成績にもなったし長くできたっていうのは感じたよ、ね、ですよね、うん、
だからやっぱりそういう時ってやっぱりできる年齢もあるし、うん、みんながみんなそうじゃないじゃないですか、うん、でやっぱ期待されてる人は少数制でいくわけじゃないですか、うん、だからそういうことをやっぱりこの今まででもなんかこう何でも合理的になってね、うん、僕らの時っていうのはこの反復練習で、うん、なんか自信持つんだみたいなところがあったじゃないですか、うん、こんだけやったみたいな、うん、でも今ってちょっとそうじゃないところもあるじゃないですか、うん、その辺はどう感じられます？そうだな、まあその反復練習においては個人の意識やな。これは強制してやらすことではなくて自分がそれをやりたいと思ってやらないとむしろ身につかないという考え方だよ。宇高さんはコーチの時にもうさて身につかへん思ったんですよ、やらしませんでした、やっぱりやらすでしょ。打席に入っての考え方を教えた、うん、まあ例えば右バッターで一三塁でインサイドから入ってきたら、うん、バッターはキャッチャーも盗塁というよりもゲッツーを取りに来てるって、だから必ず初球からインサイド来たら一目には必ずインサイド来るよって、でも外から入った時にはやっぱ何か仕掛けを怖がってると相手のバッテリーで、ましては盗塁とかそういった時にやっぱ必ずまた外来るからって、それって例えば100発100中やったら分かるんですよ、うん、でもそうやって出てるのね、最後違うとこ来る時あるじゃないですか、うん、まあそれは、はい、まあ例えばその考え方が違うっていうふうに言ったとしても、はい、10回のうち3回打てばいいよね、バッターはね、バッターはでも5回違うことがあっても5回同じことが来たら成功する確率っていうのはぐんと上がるよね。だから確率問題でってことでしょ。そう、うん、だからまあそういうその打席での考え方で実際だってね、うん、初球買ってくるからって言ってそれをみんながみんな打てるわけじゃないじゃないですか、うん、だからインサイドで勝負来るのか1球しか外を見せてこないその外で勝負するのか、それはお前たち の決めていいんだよって。で多分その時でも今変わったのはもう今は初球からどんどん打っていくじゃないですか、うん、それはそうだよ、そう思うわ、ピッチャーがいいもん、うん、でもそれはね今みんなそうじゃないですか、うん、でもそれっていうのは豊さんみたいなタイプ、まあ、例えばですよ、うん、その、まあ、足が速くて3割2、3分打つ人やったら分かるんですけど、まあ、足も速くなくて2割ぐらいの人がねバカバカ初球から振るのもそれは OK ですか。いや自信がないから打ちに行くんじゃないの。そうなんですよ。そうでしょ。だからやっぱ追い込まれたら打てへんからって言うんですよ。だからそう考え方変えて、じゃそうしたら4球5球ね投げさすっていうような考え方どうやっていうふうな考え方どうですか。いやそれは絶対ありだと思う。それで成功したのは、それで成功したのは阪神じゃない。だ特に場合によりますよ、うん、チャンスでいつもじゃなくて、例えば2回に5点6点取られてその俺の先頭バッターが7番バッターでね初球ポコーンと振り上げてたら、ほんならもう8番9番打てないじゃないですか。そういうとこはちょっと見てくるよっていうようなことは、まあそうだな、それはもう野球の流れと野球脳だよな。でその選手のスタイルとやっぱり自分たち その歩んできたその野球 その教えられてきた環境と思うんですよね。で決してもう今別に初球打ってアウトでも粘ってアウトでもアウトは一緒っていう考え方と、まあ、やっぱりいくでも多く投げさせたら方がいいっていうふうな考え方と2つあるじゃないですか、うん、でも初球打ってもいいけどその意識がどういうふうな意識なのかだよね、う